こんにちは。今回は図形が書いてありますけれども、場合の数、もしくは数の性質の問題に当たります。問題の内容を確認しておきますね。図のように各頂点に1から7までの数字を書き込んだ七角形があります。この7個の頂点から3つの頂点を選んで三角形を作るとき、各頂点に書いてある数の和、これが3で割り切れるようなものですね。これは何個ありますか？こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解きしたその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきましょう。七角形はあんまり必要ないですね。要は1から7ですね。この7個の数字から3つ選んで、その和ですね、それが3で割り切れるような数、この組み合わせを求めましょう。こういう問題です。もちろん考え方として書き出して大丈夫です。書き出しするときに重複、ダブりや数え忘れ、こういうことがないように順序よく。具体的には小さい順からですね、数を3つ書くときも、小、中、大。この順番を守ってきっちり書いていけば大丈夫ですね。では1を選んだ場合、小、中、大の順番で1、2を選んだ場合、合計3になってますね。これより大きい数ということで、1、2、3、もしくは1、2、6、こういうのが出てきます。1、3を選んだ場合、足して4ですね。っていうことは5ですね。1、3、5、こういうふうに言うと和が9で3で割り切れます。これ以外ないですね。1、4を選んだ場合、足して5です。この場合、残りの5、6、7から選んだ場合、1、4、7、こういうふうにわかります。1、5、足して6ですね。残っている6、7から6を選んであげたらいい。1、6の場合っていうのはもう無理ですね。1終わりました。次、2からいきます。2、3ときた場合、足して5。2、3、4がいけますし、2、3、7、これもいけますね。2、4と選んだ場合、6がいけます。2、5と選んでしまうと足して7なんで、6足しても7足してもこれ3で割り切れる数にならないですね。2、6と選んだ場合、足して8なんで、2、6、7がいきます。これで2が終わりです。次3いきます。3、4、5がいきますね。3、5、7もいきます。3、6っていうのはもうすでに足して9。7足しても無理ですね。あと4、5、6と、5、6、7。これで全部になります。これ数えていくと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。全部で13個ですね。ですから13通り。こういう風に答えてもらったらいいです。さあ、3の倍数なんですけれども、3つ足して3の倍数になるとき。基本的にはこういう風に数が3つあって、これ小、中、大。こういう風に数を決めてあげます。この時に小と中の差ですね。ここと、ここですね。これが同じになるとき、この出っ張ってる部分、ここを持っていけばいいですから、この3つの和っていうのは中の3倍になります。こういうふうに連続してる数だったら3の倍数になる。これを利用して、ここの7つの数から3つ選んだときに3の倍数になる数ですね。これ考えていくと、普通に1、2、3。順番に差が1になるものですね。これの仲間が2、3、4、3、4、5、4、5、6、5、6、7。これが3が1になるグループです。同じように、ここの差が一定だったらいいんで、差が2になるものですね。1、3、5、2、4、6、3、5、7。さらにここの差が3になるもの。これ1つあります。1、4、7。もちろんこれが3で割り切れる数全部ではないです。合計が3の倍数になればいいんですから、1の代わりに4、もしくは7を使うようなもの。2の代わりに5を使うもの。3の代わりに6を使うもの。こういう風な数ですね。ここの中から作れるものを探していくと、例えば1、2、3とあった時、3の代わりに6を使って、1、2、6。こういうのを作ることができるし、2、3、4の代わりに、2、3、7。こういうのを作ることができます。これだったら、4、5、6の4の代わりに1を使って、1、5、6。5、6、7の5の代わりに2を使って、2、6、7。こういう風な数が考えられますね。こっちのグループの中ではそういう風に、代わりに何かを使ったら3で割り切れるようなものですね。この中には見つけることはできないですよね。
こういうふうに連続した3つの数の和ですね、これを使って3の倍数見つけるような考え方もあります。ただやっぱり小さい順にきっちりと書いていく方、こちらの方が安全で数え漏らしってのは少ないんじゃないかなと思います。あくまでこれっていうのは確認用ですね。こういうふうな数で3の倍数は作れるな、これぐらいの参考程度に考えておいてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。